ビジュアルですから、今ね。で、目からファッと入った時に、素敵におしゃれして、素敵に指輪したり、おしゃれしてると、わ、素敵な人だなって思うの。感謝してます。こんにちは、マルカンアプリです。自分自身が幸せでいて、周りの人も幸せにするために大切なことがあります。それはおしゃれでいること。そう聞くと、おしゃれなんてと思う人がいたり、男性なら自分には関係ないと考えるかもしれません。ですが、ひとりさんは、おしゃれの必要性は性別や状況に関係ないと言います。現に仏様もおしゃれをしています。おしゃれとは幸せに生きるために必要なものなのです。中にはセンスに自信がないとか、おしゃれをするお金や時間がないという人もいるでしょう。そんな人のために、ひとりさんが本当のおしゃれの意味と、誰でもおしゃれでいられる方法を教えてくれます。これを聞いて実践すれば、今日からあなたも素敵に輝いて、今よりもっと幸せに成功することができます。楽しくてためになるお話ですので、ぜひ最後まで聞いてください。はい、おはようございます。ただいまからですね、菩薩の話、如来の話ってのをします。阿弥陀如来、それから釈迦如来。如来というのが、一番仏教でいう偉い神様、大日如来。ルシャナ仏と宇宙の中心は大日如来ですよっていう、如来様。で、如来というつくのが、一応仏教では一番偉い神様だっていうのになってます。で、形を見てもらうとわかるんですけど、布をこう、インド人ですからね、こう、くるくるっと巻いてるだけ。で、大概は座禅組んでるか、立ち姿もあるんですけど、もうおしゃれ一見全然ないです。ここまで至るとおしゃれっ気ないです。だから、象徴ですからね。心、教えの神様ですから。で、その他に菩薩ってのがあるんです。観音菩薩って、これも人気、日本で人気ナンバーワンなんです。で、観音菩薩っていうのを見てもらうとわかるんだけど、菩薩様っていうのはね、すごいきらびやかなんです。もう素敵な衣装着て、で、指輪して、もうネックレスして、イヤリングして、宝石つけているんだよね。で、なんでそういう人が出てくるんですかっていうと、いきなりシャレっ気のない、この、立派な人に、素晴らしい人だってなかなか人間と思えないんです。やっぱり目から入りますから。ビジュアルですから、今ね。で、目からファッと入った時に、素敵におしゃれして、素敵に指輪したり、おしゃれしてると、わあ、素敵な人だなって思うの。で、わあ、素敵な人だなと思うと、誰だってこういう人とお付き合いしたいとか、お友達になりたいとかって。特に女性同士ってそうなの。本当にセンスのいい人だとか、素晴らしい人見ると、こういう人のお弟子さんになりたい。お弟子さんっておしゃれのお弟子さんだよ。で、そういう人とお友達になりたい。ね、おしゃれを教わりたいと思ったとき、その人が喋る言葉が、素敵なことを喋ったり、それから人のことを妬んじゃいけないよとか、ね、愛のある笑顔してたらあなたもっといいよとかと教えてくれると、スッと聞く気になるの。だから、大日如来とかそういう如来様が教えてくれたことを、聞きやすい形で教えてあげる人。だから、精神的勉強をしてる人、精神的な、だから意外と多いのは、精神的なものを勉強してる人って、おしゃれしない人が多いの。で、それはなぜですかっていうと、お師匠さんがおしゃれしない人が多いからなの。で、大日如来でもなんの、あれで、こう、布かなんか巻いて喋ってるから、自分もそれでいいんだと思っちゃうの。でも、あなたたちは、まだあそこまでの位に行ってないんだよ。あなたたちはもっとおしゃれしてください。素敵な格好してください。皆さんがあなたに憧れるような格好してください。そして向こうにお座ったことを喋ってください。っていうことなのね。だから女性というのはほとんどが菩薩なの。
だから、菩薩らしく生きた方が幸せになる。で、菩薩は、阿弥陀如来みたく、精神的なことさえ言ってればいいんだ。ね？おしゃれなんかいらないんだって言い出したとき、あまり幸せになってないの。で、女性も本当はおしゃれが好きなの。ね、この前あるところで、そこの娘さんが、ちょっと病気になっちゃった。非常に活発で素敵なお嬢さんだったんだけど、お勤め行ってた時はよかった。本当にこう、なんつうの？上で人を指導するような、ホテルで人を指導するようなね、仕事してたの。それが、家に帰っといでって帰ってこさせられたの。そしたらそこの親が、すっごく、口うるさいから、化粧はダメ、洋服はそんな派手なの着ちゃダメ。本当に地味な格好させるの。もうマニキュアつけちゃダメ、何ダメって言って、本当に病気になっちゃったの。ね。で、女の人に、おしゃれは必需品なの。それをダメだダメだって言ってきちゃうと、病気になっちゃう人もいるぐらいなんだよって。ね。だから、おしゃれする。おしゃれして、もう、素敵な精神論、この両方、だから精神的な、今これついてる神社で聞く人もいると思うんだけど、ついてる神社に来るような人って、笑顔だし、愛のある言葉喋るし、自分の機嫌自分で取れたりするの。で、そういう人は、ちょっとおしゃれに、気を使うの。おしゃれって自分のためじゃないんだよ。だって自分はあんまり見えないんだよ。自分のおしゃれって外から見えるんだよ。ね？月をずっと見てたいですか？草を見てたいですか？あなたは花を見て綺麗だと思いますか？もし花を見て綺麗だとあなたが思うんだとしたら人も思いますよねって。ね？それが土のような格好をなぜするんですかって。人から見たとき、ああ、華やいでて綺麗な人だなって言って、その花をなぜ提供しないんですかって。自分が花になり、花になれば、蜜蜂が寄ってくるように人が集まってくるの。で、その人たちになぜその素敵なあなたが覚え勉強したことをなぜ教えないんですかって。ね。だから、普通の流れで考えてください。あなたがもし花を見て綺麗なら、綺麗だと思う感性だとしたら、あなたがあんまり地味になって、ね。ブローチなんか本当に1000円か500円でも売ってるの。なぜそういう地味なものばっかし選ぶんですかって。あなたが花を見て、あなたが綺麗だと思うなら、人もそうですよって。ね。それで、来た人に素敵な話をまた聞かせてください。そしたらもうあなたは普通の人じゃないの。もうあなたは菩薩の位なの。だから菩薩の位になるってそんなに大変なことじゃないの。だから素敵なおしゃれ。で、その素敵な、おしゃれなんか高くてできない。それおしゃれじゃないの。おしゃれな人ってのは予算内でいろんなものを選べるの。同じ1000円の T シャツだって地味なものから明るいものまで今売ってるんだよ。ね。で、おしゃれって言うと高いものっていうのはセンスがないから言うんでしょって。ある意味で言うと、これさえ着てればいいよってそのもんばっかり着てるってのは自分の個性とかそういうものがないからでしょって。個性がある人だったらいろんなもん選べるでしょ。で、初めて、あ、素敵ねって。よく言うんだけど面白いな。そのベルト2万円ぐらいするでしょって。800円よとかって言う人の方が本当にセンスいいんだよ。で、本当にセンスの悪い人って、2000円に見えたやつが値段聞くと2万円ですとかっていうのあるけど、あれは値段で脅かそうとしてるの。で、そういうんじゃないんだよ、趣味とかっての。趣味を良くして人様の、気持ちいいおしゃれする。そして、人が来た時、気持ちいい会話をする。で、そのためのものだからねって。で、女性は、
完全音菩薩なんだ。ね。そして、完全音菩薩だね。阿弥陀如来より私は落ちてると思ってないの。私はおしゃれの好きな阿弥陀如来だと思ってるの。だからそのことはすごくいいことだから、女性は本当はおしゃれが好きなの。だからあんまり自分を殺して生きちゃダメだよ。自分を殺したら自殺と同じだよ。だから生きながら自殺しちゃダメだよ。見事に花咲いてください。特にこういう精神論が好きな人だとしたら、ね、間違った精神論やんないでくださいね。しっかり、中も外も、そして素敵な会話で、世の中に花咲かしてください。この話も100回聞いてください。よろしくお願いします。はい、追伸です。今の話を聞いて、あ、これは女性のためのテープなんだな、とかって思わないでくださいよ。男の人っていうのは、特に清潔に見えるかと。それと、ちょっとしたアクセサリーの一つぐらいつけておしゃれしようっていう、そういう気持ちになってくださいね。もともと観音様っていうのは、男でもなければ女でもないんです。精神だからね。人をちゃんと導いて、誘導してってあげよう。そして自分も向上しよう。そういう気持ちを持ってる人の象徴ですからね。よろしくお願いします。感謝してます。仏様には位があって、仏教で最も偉い仏様は如来様です。如来様は一枚の大きな布で体を覆い、巻貝のような髪型をしていますから、決しておしゃれではありません。日本では2番目に偉い菩薩様という仏様が人気ですが、こちらの仏様は如来様とは違って、様々な装身具を身にまとい、華やかな様子です。私たち特に女性は、菩薩のようにおしゃれであれと一人さんは言い、それが幸せの秘訣だそうです。これには理由があります。人は情報をまず目から得ますので、おしゃれな人を見ると素敵だと思います。素敵だと思った人の言うことは、それも素敵に思えますので、聞こうとするのが人間です。逆に言うと、素敵だと思えない人の言うことは、なかなか聞く気にはなれないもの。だからスムーズに人に受け入れてもらったり、話を聞いてもらいたければ、おしゃれでいる方が絶対にいいということです。ですが、精神的なことを勉強している人の多くは、あまりおしゃれに関心がないようです。そういった人の先生がおしゃれでないことが要因なのかもしれませんが、それではあまりにもったいない。せっかくいいことを知っていても、見た目でシャットアウトされて話を聞いてもらえなかったりするからです。中身さえ良ければ大丈夫というのが世間の建前ですが、実際の世の中は残念ながらそうではありません。もちろん如来様は何もなくともその存在だけで素晴らしい。ですがそれは如来様だからです。私たちはそのレベルに達してはいません。いきなり如来様を目指すより、人は菩薩のように生きた方が幸せになります。特に女性におしゃれは必需品で、それを制限すると病気になってしまうこともあります。おしゃれとは決して自分のためだけのものではありません。おしゃれをしている本人にはそれが見えませんから、見てくれる人のためでもあるのです。殺風景な景色を見るのと、綺麗なお花畑を見るのとでは気分が違うように、綺麗でおしゃれな人を見れば、みんな気持ちが明るくなります。人に花を提供するのがおしゃれをすることの意味の一つです。そうやっておしゃれをしながらいいことを実践していれば、自分も周りの人も幸せになりますから、菩薩の位に行き着きます。中にはおしゃれはお金のある人がやることだと思っている人がいるようです。しかし実際のところ、お金をかけなくてもおしゃれはできます。同じ値段の洋服でも、おしゃれな方を選ぶことができるし、そこに簡単なブローチを一つつけるだけで、さらにおしゃれになれます。高いものでしかおしゃれになれないと思うのはセンスがないから。本当におしゃれな人は、値段に関係なく素敵なものを身につけています。これは女性に限ったことではありません。男性であれば、清潔にしてアクセサリーの一つでもつければ、随分華やぎます。
そして素敵な男性の存在はやっぱり周りを幸せにするのです。菩薩のように生きるとは、人から見て気持ちのいいおしゃれをして人の気分が良くなる話をすることです。そうすることは人のためでもあり、自分の幸せと成功の道でもあります。菩薩様は如来様より位は下ですが、菩薩様が如来様に劣るわけではありません。また菩薩様を飛び越していきなり如来様になることもできません。私たちが目指すべきは菩薩様です。人間は誰だって本来は素敵でいたいという思いがあります。それをお金がないとか世間や親族が言うからとかで我慢するのはおかしいのです。自分を殺して幸せになることなどできるはずはありません。素敵な人とは中身も外見も両方が素敵な人のことを言います。心をしっかりと磨きながら同時に外見も磨くのが本当です。観音様は男でも女でもない存在ですが、おしゃれで尊く観音様として素敵に輝いています。おしゃれは難しいものではありません。そしておしゃれでいることで菩薩様に近づくことができます。菩薩らしく生きるとは本当の自分を生きること。他者の基準ではなく自分の中にある本当の思いを大切にしてください。目からも耳からも人に花を与えられる存在になるのです。一人一人が菩薩として輝けば、この地球はもっともっと素晴らしい場所になります。おしゃれは成功の源です。みんなでおしゃれをして楽しく幸せでいたいですね。少しでもいいなと思ったら、応援の意味も込めてグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あなたにすべての良きことが雪崩のごとく起きます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。感謝してます。